皆様こんばんは。ギュミュトリヒにつれづれトーク、バイオリニストの阿部敦子です。いかがお過ごしですか？今日の横浜は夜中から雨が降り始めて、ずいぶんそういう時には激しく降りましたね。雨はそうでもなかったけれども、今日はこのお日様が出ていないということで、ずいぶん寒く感じて、今シーズン初めて背中に北海道を貼りました。私これからの季節ね、北海道手放せないんですよ。こんなに便利なもの本当にありがたいなと、随分昔からねありますけれども、最初は貼り付けられない北海道だったけれども、この貼れるようになってからは本当にありがたい。背中や腰にポンと貼って、寒さをしのいだりしていますが、以前ね、スウェーデンから来た留学生の男の子が、こんな便利なものがこの世の中にあるなんてって言って、スウェーデンに帰ったらこの北海道を売る仕事がしたいなんてそんなことを言ったと思いましたけれど、このちょっと空気がひんやりとしてくると、もうじきクリスマスも近いな、ケーキを焼いたりクッキー作ったりっていう季節がやってくるなと思って、昨日かな、主人によく私はイチジクやクルミやいろんなフルーツを使ったケーキを作るんです。これ日持ちがするケーキなんですけれどもね、特にクリスマスに向けてというか、クリスマス限定で作る、私の中でそういうそのクリスマス限定でっていうものをこう作ったり決めたりしているので、そのために主人に乾燥したイチジクをちょっと多めに買ってきてねなんて昨日頼みました。で、主人はお買い物が好きなので、本当にありがたいことに、特にこのコロナ禍ですね、この間までのコロナ禍お家からあまり出なかったので、お仕事の帰りなんかにお買い物リストを頼んで渡して、これ買ってきてねって言って帰りにこう買ってきてもらうんですけど、だいたい買ってきたものよりも3割増し、あるいはもしかしたらもう半分、もう4割増し、もう本当に頼まなかったものがたくさん含まれて、お買い物袋の中に、マイバッグの中にですね入ってよいしょよいしょと思って運んで帰ってきてくれるんです。で、そういう中には珍しいもの、あまり見たことのないものとかがよく忍び込められておりまして、あれこれは一体なんだなんていうものがあるんです。で、まあ大体それをこう買ってきてくれるのは地産地消コーナーみたいな地元のものが置いてある、コーナーでパッと一見珍しいものを買ってきてくれるんですね。去年はね、初めて去年出会ったものとしては菊芋というのがありました。ゴツゴツとした、一見ふっと見たら生姜かなって思ったんですけど、あれ生姜じゃないぞこれはと思ったら菊芋と書いてあって、だいたいそういう珍しいものが入ってると一生懸命この便利な、スマホiPhone をこうで調べて、ああこれはこうやって食べるのかとか調べたりしながらお料理するんですけれども、中にはもうこれはまた売ってても結構ですっていうものがあったり、あるいはとても気に入ってまたあったら買ってきてねっていうものがあったりするんですけれども、今年つい最近初めて出会った、初めて見たものがを買ってきてくれました。ポンと、だいたいですね自分が選んで大丈夫かな、こんなもの買ってきちゃったけど大丈夫かなって思うようなものはですね、何気にこう台所に置いて出されるっていうものがあるんですけど、今回それを見た時にわあまず綺麗って、一体これは何なんだって思いました。それは真っ赤なというよりエンジンに近い深い赤の
ね、2、3センチぐらいの大きさの実のようなもの、それが透明の袋にどさりとこう入っていて、何かのつぼみかなと思いました。もしくはこれって球根かしら、これから植えるものなのかしらって思いました。で、だいたいその地産地消ので地元物で売っているものって、作ってくださった生産者さんが紙に、どうやって食べるのかとか、どういうものなのかって書いてくださっているものが同封されているので、まずそれを見ました。そしたらね、ローゼルってカタカナで書いてあったんです。ローゼル、これってローズから来てるのかな、バラの何かなのかな、でもローズヒップとは違う、もう全然違うものだし、何なんだろう、でもなんかどこかでこの実の形って見たことがあるよなと。あれ、これムクゲの花のつぼみとか、ムクゲが咲き終わった後の何かにも形は似てるよなって思って、でそれにこう書いてあったのが、その実の、中にある実を取ってしまって、その周りにある萼の部分、萼って書いてあったんですが、萼の部分をが食べれますって書いてありました。そして早速に私もこう物にかぶれやすいタイプなので、主人にも手伝ってもらいながら、私はビニール何ですか、ニトリルの手袋をして、で一緒に剥いていきました。でいろんなのその添えられていた紙だけでは情報量が非常に少なかったので、やっぱりそれも iPhone で調べてみましてですね、でいろんな食べ方があるということが分かったので、まず実と、それとその萼の部分、外側の部分を取り外す作業を2人でやりました。でふとこの取り外した萼の部分の形を見て、これ何か見たことがあるぞと思いまして、そしたらしばらく前の、その数年前の母の日に、私の娘が私のためにプレゼントをしてくれたのが、ハーブのお茶だったんですけど、ハーブティーというのではなく、こう台湾の漢方に近いお茶ですねをプレゼントしてくれたんです。デイリリーというブランドので、そのデイリリーさんので2つお茶があって、片方は黒豆と黒地の実のようなものと、あとなんだ、夏目かなをこう乾燥したもので入れて、中身も全部食べられるんですけれど、これ本当に体も温まって大好きなお茶で、それ以降も必ず切らさずにお家にありますが、でもう一つが、あれは何、砂糖、氷砂糖が袋の下の方にキラキラとあって、それ以外にやっぱり夏目を輪切りにしたものを乾燥したのと、それとお花がですね、乾燥されたものが入っていたんです。そのお花はお湯を入れるとパーッと開いてとても綺麗なんですけれども、そのお花の名前がローシェンファって書いてあったんです。三髄におのおのの書くという字を書いて、それに神様の神、それにお花の花で、ローシェンファというふうに書いてありました。でこのローシェンファを調べた時に、プレゼントしてもらった時にもう、あ、これローシェンファって何なんだろうと思ったら、それがハイビスカスティーの、ハイビスカスは本来これなんです。皆さんがご存知の、ハイビスカス、お花で鑑賞するハイビスカスとはまた違うものなんですっていうことが書いてあって、へーと、その時に大変びっくりしました。なぜなら私がヨーロッパにいた時に、やっぱり
当時はですね、私がいた数十年前っていうのは日本ではそんなにハーブティーって盛んではなくて、ヨーロッパ行った時にもうスーパーマーケットでも、それから逆にアポテーケ薬局なんかでも、その体を治すためのハーブティーとしていっぱい置いてあったりする中に、やっぱり非常に多かったのがハイビスカスだったんです。ヒービスクスっていうんですけれども、ヒービスクス、このハイビスカス、私はてっきり母が大好きなお花のハイビスカスだと思って思い込んでいました。実際テイカンネという有名な、日本でももう今はね入ってきていますが、テイカンネというお茶のブランドにハイビスカスが入っているお茶だと、絵がまさにお花のハイビスカスの絵が書いてありますので思い込んでいたんですね。なのでこのローシェンファーというものを調べた時に、ハーブティーの中に入っているハイビスカスはこのお花ですよ、これですよって書いてあった時に本当にすごくびっくりしたんです。で、そのローゼル、買ってきてくれたローゼルの実を、中身を取って額だけにした時に、おやおや、これはローシェンファー、あのお茶を注いで、きれいに開いた時の形に似ているぞと思って調べていったら、ローゼルはそのローシェンファだったんですね。いやあれあれ、これは、はい、いわゆるこのハーブティーで使われるハイビスカスだったんだと思ったら、なんかもうそれだけでなんかワクワクしてしまって、そうかと。でハイビスカス、このロー、私が知っていたそのハーブティーとしてのハイビスカスが、もともとはもう歴史として非常に古くて、古代インドエジプト時代から王家ではこう不老不死の秘薬として、愛用されていた、愛飲とか、愛用されていた、お料理に使われたりとかしていたっていうこともあったので、クレオパトラなんかね、美しさを保つためとか、本当に、これが本当のハイビスカスだったのかということで大変嬉しくなりました。そしてそのローゼル、今年何回か主人が買ってきてくれって、でやりいろんなお料理の仕方、お料理の絵の活用の仕方が書いてあったので、まず私の中でやっぱり全部試してみたくなったので、そんな大量ではなかったのですけれども、まず書いてある3つをやってみようと思いました。で、一つは生のまま刻んで、そしてお塩とまぶして数日間置くと、まるでカリカリ梅、梅干しのカリカリっとしたお弁当の中央にコリッと置いてあるようなカリカリ梅ですよね。あんな風に利用して美味しく白いご飯と一緒に食べられますって書いてあったので、まずそれを作りました。そしてもう一つは蜂蜜につけて3週間から4週間蜂蜜の中に置いておくと食べられます、美味しいですよと書いてありました。そしてもう一つがよくやられるもので、ローゼルのジャムって書いてあったので、もうまずジャム作ったりするのも大好きなので、ジャムはもう絶対作らなきゃと思って、割合としてはジャムを多くして、その残りの半分をさらに半分ずつにして、塩漬け、カリカリ梅風、ローゼルの塩漬けと、それから蜂蜜漬けにしてみました。で、ちょうど最初に作った時の3週間後っていうのがハロウィンの日だったんですよ。なのでもうハロウィンにこの蜂蜜漬けを開けるんだというのもまた再びワクワク。そしてジャムにしたのは書いてあるのだと、非常にお砂糖の量が、幅がすごく多かったんですね。通常私もジャム作り好きなので、もともとのそのもの、例えば、我が家で収穫するもので言えばジューンベリーなんかだったら、ジューンベリーが、500g あったら 250g のお砂糖、約半分のお砂糖を使って作るっていうような
感じで、だいたいそのくらいの割合で作るんですけれども、やっぱ書いてあった分量がそのくらいの半分のところからほぼ同量、同じくらいの量まで書いてあったんです。から何グラムっていうのが。で、まあ最初は考えてみると、ちょっとかじってみたら、生でもサラダに散らして食べれるなんて書いてあったので、生でかじってみたら、ちょっと酸っぱい感じがして、甘みはなかったんですね。で、甘みがなかったので、これはいつもと同じように甘い果物を作るように半分のお砂糖じゃ絶対足りないだろうなと思って多めにしました。で、やってみたんですけど、結果的にはやっぱりほぼ同量のお砂糖を使った方が美味しかったです。そのお砂糖の量にしました。だんだん足してみて、で中身の、身の方ですね、これでまずとろみを出すっていうのが書いてあったので、とろみを出してみました。そうしたら不思議な、もうまるで科学の実験とか錬金術見てるみたいで、最初にこうコトコトって始まったら、白っぽい中身の身がふわーっと青い水に、ちょっとだけのお水の中でコトコトしたんですけれども、青色が出てきたんです。で、紫になっていって、で、白かった身が赤くなって、わー赤くなったと思ったら、今度はその赤くなった身の部分からまるで赤が抜け出すようにお湯の中に赤い色が移っていったんです。それと同時にコトコトしていったらとろみが出てきてね、そのとろみっていうのは、このローゼルが不要属、不要で、不要って、お花の不要ですね。で、オクラと同じ種類の植物だったので、オクラ茹でるととろっとしますよね。あんなとろみが出てくるんです。で、その実をまず、コトコトとしてとろみが出たら、実はごめんなさいねって言って取ってしまって、そこに、額だけを中に入れて、お砂糖と一緒にジャムに煮込んでいきました。レモン汁とレモンをね、ちょっと絞って、そして2回目はね、ちょっとブランディも入れたりしてみました。本当に綺麗な色、なんかもうそれだけで幸せと元気がもらえるような素敵な素敵なジャムが出来上がりました。そしてちょうどハロウィンの頃に出来上がった蜂蜜漬けも、日に日にそのローゼルの赤い色が蜂蜜の方にぐーっと染み出していって、最後は輝くような深いルビー色のワインレッドでしょうかね、とても綺麗な色に仕上がって、もうこれを食卓に載せて、今年は手作りの、いつも毎朝作っているんですけれども、ケフィアキノコで作るケフィアヨーグルトのように、真っ白いケフィアの中に蜂蜜か、もしくはローゼルのジャムを出して、ずいぶん楽しんでいます。お花もね、まさに冬なので、インターネットで見てみたら、クリーム色に真ん中に小豆色のような梨があって、それは美しい、本当オクラのお花にそっくりでした。お花なので、今までもね、その地産地消のところは見てくれていたのに、今年初めて見つけて買ってきてくれたので、あまりこう一般的には出回るものではないようですね。乾燥したものは売っているけれども、また来年も出ててくれたら嬉しいなと思います。そしてまたそういうのをこう売ってくださるお店も増えたら嬉しいなって、今年は一つまた新しい楽しみがあった、そんなお話でした。今日も聞いてくださってありがとうございました。それでは皆様、また来週、阿部敦子のゲミュトリヒにズレズレトークでした。